米大リーグブルージェイズドジャース27日カナダ・オンタリオ州トロント・ロジャースセンター動画何十本何百本も打てるように頑張りたい大谷翔平決意表明の肉声ドジャースが公開ドジャース大谷翔平投手29が27日日本時間28日午前4時7分開始予定敵地ブルージェイズ戦に2番 DH で先発出場する 花巻東の3学年先輩にあたる菊池雄星投手32と今季初対戦を迎える試合前には昨年9月の右肘手術55度目のキャッチボールベンチに引き上げる際にはゲレロラ部分の選手と挨拶を交わし最後はシュナイダー監督とおふざけのジェスチャーも入れながら談笑した敵軍の指揮官は彼はただこんにちは元気ですか と言ったよ基本的にはそれだけあとは幸運を祈るお手柔らかにねってと明かし前夜のブーイングは申し訳なかったと言って2人で笑ったよと白い歯をこぼした昨にエンゼルスから大家が FA となった際ブルージェイズは移籍先の最終候補だった球団の一つで当時は大家がトロント行きの飛行機に登場したという誤情報も飛び交ったそんないきさつから26日、同27日 は大ブーイングが送られたが、初回に大家が7号先生ソロを放ち、沈黙させた。シュナイダー監督は、彼は何も悪いことをしていない。ただうちのチームを選ばなかっただけ。だから辛い感情は一度も抱いていないよ、という。入団交渉の際には帽子をあげたとされるが、その帽子は返してもらえたか聞かれると、あははは。いや、まだだよ。あれはジョークだよ。 彼がまだあれを持っていてくれるといいなって願っているよ、と大笑い。彼にはまだ、引退まで何年も残っているから、ここに来る機会もあるかもしれないからね、笑い、とした。ドジャース一塁コーチのクレイトン・マッカローが言うには、大谷は今日はシングル、ターンダを打つそうだよ。いいプランだと思う、って言ったら、チェンジアップを狙っている、って言っていたよ。ホームランではなくてシングルを打つ、 といったやりとりがあったことも明かした。